はい、皆さんこんにちは。生き生きロコモチャンネル Q&A ということで、Q&A ということで、またよろしくお願いします。はい、先生、早速なんですけれども、また、はい、質問が届いておりますので、読ませていただきます。はい、3年前から、ラロキシフェンとエルデカルシトールと、はい、を飲んで、はい、で、まあ、去年、はい、肩に切開ができ、右か左かあれですけど、はいはいはい、今年圧迫骨折をしましたと、はいはい、副作用が心配なんですけれどもということで、先生のちょっとご意見を伺いたいということで、ラロキシフェンというのは、はい、あのサームという、ね、あの女性ホルモンみたいな働きで骨を強くするという、はい、割と柔らかめの薬の、はい、一種ですね、はい、ラロキシフェンと、バゼトキシフェンという2種類があるうちの1つです、はい、で、エルデカルシトールが、はい、ビタミン D の、薬 で、はい、でビタミン D の中でも効果が高いので、はい、まあ、骨密度を上げたり骨折を予防する効果も、うんうんうん、あると言われているもので、はいはい、まあ、強いビタミン D というふうにお考えください、はいはい、であので去年、肩に切開が、はい、できてできたで、これあの、はい、よく四十肩五十肩って言って、はいはい、あのその、厳しい炎症が起きた時に、うんうんうん、あのレントゲン取るとその肩上げる、まあ、この、大結節って言いますけどね、はいはい、上腕骨の上に出っ張りがあって、うん、でそこにあの腱板という、はい、あのまあ、筋がついてて、はい、まあ、その筋がこう、うんうん、あの縮んで肩が上がるんですけどね、はい、でそこの腱板のところに、うん、あの強い炎症が起きると切開がたまる、切開するってことですか、はいはいはい、でそれで、まあ、切開沈着性腱板炎っていうような、はい、ような病態だと思います、うんうんうん、でまあ、 あの結構痛くて本当にこううずくまるような痛み、うんうんうん、普通の四十肩五十肩よりもよっぽど痛いという、はい、で、なんですけども、で、まあ、その切開は炎症によるものなので、うんうん、あのビタミン D 飲んだからとかラロキシフェン飲んだからとか、まあ、これのカルシウムがそっちに飛んできてみたいな話ではないですね、まあ、全く関係ないというふうに思っていいと思います、はい、で、まあ、副作用が心配ですということで、はい、言われているので、まあ、ラロキシフェンの方は、まあ、副作用はほぼないですね、あの血栓症の副作用が言われますけど、はい、日本人もともと血栓症少ないので、うん、もうほとんど無視してほとんど 見たことがないですね、で昔はもうね数千人から1万人ぐらいラロキシフェン出してますけども、あ、昔にあの網膜の静脈に血栓ができて、なんか映画かなんか見てたらモヤモヤって言ってちょっと視野が、こう白っぽくなってきて、でそれをその人は、まあ、あの眼科に行ったら、網膜静脈の血栓と言われて、で、はいはい、ですね、で、あのワーファリン血栓溶かすような薬を、うん、飲んで割と症状は1週間ぐらいで良くなって、でその後2ヶ月か3ヶ月ワーファリン続けて、うんうん、まあ、それで、完治しましたということだったんですね、はい、まあ、あの頻度少ないですけどもそれぐらい、はい、まあ、あの逆にあの乳がんの予防効果とかがあるので、うんうん、乳がん半分以下に減らすと言われているので、うん、まあ、そういうプラスがあります、はい、でエルデカルシトールは、活性型ビタミン D で効果が強いので、はい、で飲んでるとこう高カルシウム血症になることが あの他のビタミン D より多いと言われてて、なので、まあ、半年に1回か年に1回ぐらい血液検査で高カルシウム血症になってないかどうかをチェックしながらというのが大事です、うんうん、で、まあ、その辺だけ調べといたら、まあ、高カルシウム血症だけチェックしといたらあのエシメントエルデカルシウムのこの組み合わせはそんなに心配はないということですね、で、はい、まあ、ただこの後あのアッパー骨折を起こしましたということで、うんうんうん、うん、だから副作用の心配よりも骨粗鬆症の心配した方がいい、やっぱり圧迫骨折をしっかりやっぱ、はいはいはい、予防していこうというのが大事ですね、うん、でラロキシフェンとあのはそれは強い薬じゃないので、うん、なのでその飲んだ状態で圧迫骨折を起こしたっていうことになると、うんうんうん、あの少しもうちょっとワンランク、あの骨折予防効果の高い薬を、うんうんうん、使った方がいいなというのがやっぱり考え方としてはありますので、はい、なのでまあ、副作用は心配ですけども、なんで肩の方はまあ違って肩のことはもう関係ないですで全然関係ないですよね、はいはい、じゃあ圧迫骨折の方をしっかり、圧迫骨折の方を次を予防するということで、はい、だから副作用を心配しすぎて、で、あのそれをやめてとかですね、うんうん、でも やっぱりあのなんて言いますかね、こう骨粗鬆症が進んで骨折することを心配した方が、うんうん、はい、まあ、現状はいいかなと思いますね、はい、はい、というふうに思います、はい、だから
あれですね、よく言うんですけども、川を流されていってで、はい、こう滝壺があるとあで、はい、そこ で パッと見上げたら、細い枝があって、はい、うん、でもこの枝は大丈夫かとかね、はい、引っ張ってもちぎれないだろうかとか、はい、まあ、そんなこと考える前に とりあえず捕まるため、ね、圧迫骨折を予防していこうということですね、はい、うん、なんでそんなふうに思います、はいはい、ということで、はい、まあ、ちょっとぜひぜひ続けていただいて、続けていただいて圧迫骨折をもう予防するということで、まあ、まあ、担当の先生と相談して、はい、まあ、また別の薬という選択も考えてもいいかというような気はします、はい、ありがとうございました、はいはい、じゃあどうもありがとうございました、はい、ということで、はい、ありがとうございます、生き生きロコモチャンネル Q&A でした、はい、ありがとうございます。